14M l ル 14, -14 は、ソ連のイルーシン設計局が開発した、旅客機及び貨物輸送機。北、大西洋条約機構の考案した、NATO コードネームは、クレートであった。l ル -14 は、ダグラス DC-3 と LI-2 を置き換えるために、第二次世界大戦後に開発された l ル -12 を大型化した機体であった。 1900馬力の種別オーフ設計曲性アッシュマイナス 82T-7 空冷性型エンジン装発と新設計の翼を持っており非常に洗練されていたそのため1000機以上が製造されたソ連を中心に使用されまたチェコスロバキアと東ドイツでもライセンス生産された機体が丈夫なため未舗装滑走路がある農村地域においても対応された現在でも ロシアで、少数期が現役であるという。イル -14 ソ連、ブルガリア、中国、チェコスロバキア、キューバ、朝鮮民主主義人民共和国アフガニスタン、アルバニア、アルジェリア、中国、キューバ、チェコスロバキア、東ドイツ、エジプト、インド、イラク、北朝鮮、ポーランド、ソ連、シリア、ユーゴスラビア、ミャンマー、イル -14? ありがとうございます。